自動車の速度記録は、地上での有人自動車の速度記録の変遷である。一定距離を走行した時の平均速度の記録である。多くの記録は、アソシエーションインターナショナルでオートモビルクラブズ、リカヌーズ、1947年からは、国際自動車連盟のレギュレーションによる。主なレギュレーションは次の通り。最近では、記録挑戦には、 FIA のスタッフが測定に参加する。自動車ではない乗り物の速度では、1954年12月10日、アメリカ空軍の射出座席の安全性などを検証するためのプロジェクトの一部として、同プロジェクトの主任ジョン・スタップ自らがロケットスレッドに乗って出した速度時速1 1 7トルがある。これは、急減速のテストのために加速したもののため瞬間の、 速度であるが、地上の乗り物の速度記録としては1980年代まで最速のものである。これは何らかの公認記録ではない。1979年12月17日に、ハル・ニーダムのチームがエドワーズ空軍基地で超音速を達成した。空軍公認記録だが、FIA 公認記録ではない。ニーダムの車は三輪であり、往復もしておらず、 もとより FIA 公認を狙った挑戦ではない。スラスト SSC とアンディグリーンによる超音速達成は FIA 公式記録では1997年10月15日。実際には10月13日に超音速を達成しているものの1時間の時間制限に遅れたため FIA 非公認である。ありがとうございます。